皆さん、こんにちは。旅園チャンネルの運営者、旅園本人でございます。本日もご視聴いただきありがとうございます。えー、ちょっと今回、あの、緊急で動画を回してるんですが、えー、当チャンネルのね、えー、アイコンっていうのかな、えー、旅園チャンネルの、えー、 まあ、アイコンっていうのか、ホーム画面っていうのか、ちょっとよくわかんないんですが、えー、あのー、写真ですかね、えー、変更させていただきました。えー、前は、あのー、どこだったっけな、あ、思い出しました、あのー、 高知海って、まあ、宮崎県の高知海の方のね、えー、確か朝焼けの写真だったんですが、それ変更しまして、あの、旅園という文字に変更させていただきました。えー、ちょっとそれがね、嫌だって方、あもしありましたら、意見等とかね、ありましたらね、コメント欄、等動画のコメント欄の方にお書きください。えー、まあ、これでいいよという方が入れましたら、まあ、それは、まあ、書いても良い、コメント欄でも書いても良いですし、まあ、特にご連絡しなくても良いです。まあ、こんな感じでございます。 あと、今後の方針なんですが、えー、あのー、ツイッターの方とかね、えー、見ていただくと、多分もう固定されてるはずなんですが、12月の方のね、動画の投稿の日付、えー、時,時刻等をね、えー、公開しておりますが、えーまあ、実際のところはねそれ、それ以外のね、ところに臨時動画として、えー、何本かね、えー、入ってくる可能性があります。ちょっとその辺はね、えー、とまた、えー、未来には、未来っていうかね、えー、まあ、残り、 二週間ぐらいですが、もしかするとね、えー、付け加えとしてね、やってくる動画もある可能性もあります。ちょっとね、多分それの動画は、まあ、大体基本的にはね、あのー、 ええー、まあ、説明系のね、えー、動画だと思いますので、えー、もしよければね、えー、そちらの動画もご視聴ください。まあ、臨時動画ですので、あのー、まあ、事前通達とか事前にね、えー、情報がないってことは多分ね、わかる、えー、そういうのをね、知、え、り、ー、まへんでしたという人は多いと思うんで、えー、あのー、多分今ちょっとね、何本かね、投稿しております。この動画もある意味臨時動画なんでね、こんな1時、深夜1時台になんか、1時かな、2時ぐらいに投稿されてると思うんで、ええー、まあ、 この動画はあ,のあくまでも臨時動画の,、えー、あのいわゆる報告と当チャンネルの、えー、サムネイルの変更を,、えー、を伝えに、えー、今本動画を作った次第でございます、えー、もしよければ、ねえー、高評価、えーま、この動画に高評価する価値があるかはちょっとわかりませんが、えー、チャンネル登録をよろしくお願いいたします え、登録することでね、私のね、企画がもしかすると大きくなる可能性があります。えー、実はね、まだ収益化達成してないんでね、大きなことができないんですね。えー、ですので、えー、あの、いろいろとね、こちらもあの大変な状況でございますので、えー、あの、本当に、あの、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとね、通知をオンにするとね、えー、なんかね、まあ、他のチャンネルさんとは違う、 え、スタイルのね、チャンネルですので、え、鉄道動画ってと鉄道とかね、旅行動画でもな、まあ、そういうね、え、界隈の、え、チャンネルとしの一つであります。食べそのね、通知していただくとね、え、まあ、別の視点からね、見ていく、え、チャンネルでございますので、え、もしよければね、あの、チャンネル登録した上で、通知をオンにすることを、あの、推奨させて、え、おります。え、ここまでのご視聴、誠にありがとうございました。